開花天皇は日本の歴史上第9代にあたる天皇。彼は高原天皇の第二王子として生まれた。名前は和歌山と猫彦王妃妃の御子と。姿勢の詳細は日本書紀に記載されている。都を大和の春日伊沢川の宮に定めた。妃は伊賀賀子めの御子であり、彼らの間には主人天皇が生まれた。長い在位期間を持ち、60年に及んだ。111歳で亡くなった一説によれば115歳。寮母は奈良市の春日の伊沢の坂の上の御杉にある。 日本の歴史において重要な存在であり山と朝廷の天皇としてその知性を築いた。